どうも、菅大地です。本日は沖縄宮古島にありますエメラルドコーストゴルフリンクスに来ております。11月の末、12月の手前ですが、気温はただいま25度ということで、そして名前にあるようにこのエメラルドグリーンのですね、海ということで、今日はそんな素晴らしいゴルフ場、宮古島は3つゴルフ場があるんですが、芝生の付き方というかグリーンとかの綺麗さは僕はエメラルドが一番かなっていう、他はまた別のね面白さがあるんですが、頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。よろしくお願いします。416ヤードのパー4、コースは全然わかりません。エメラルドの伝説っていう曲知ってますか？エメラルドの伝説、いやちょっとゼルダの伝説しか知らないですね。1969年、ザ・テンプターズです。何歳ですか？左狙い。ナイス、フェアウェイ沿い。右サイド。この辺。ああ、木が邪魔になる可能性がある。あの木が邪魔なんですね。ジュマルが。素晴らしい天気ですね。たくみくんはこのコース初ラウンドということで、スライス狙いはまだ継続中ですね。おお、左のラフから右のフェアウェイに。真裏じゃない。でもあれなら大丈夫そう、あの角度なら全然距離が、あれは木まで距離があるから大丈夫。163、7番。オッケー、刻みました。145。はい、これすごい埋まってますね。ティフトン系の。うん。うまく飛ばないやつですね。ピッチングで。ピッチング。おお、おお、なんか変な飛び方。変な飛び方。おお。やめて、やめて、やめて、やめて。さあ、左奥からのアプローチとなっております。いい感じ。おー、いい。いいんじゃないですか。ありがとうございます。さあ、たくみくんから30ヤードくらい。登って下ってですね、カップ際はすごいくらいです。いいよ。止まって、止まって、止まって。わ、順目っぽい。そっちから。順目でした。良さそうに見えましたが。常夏です。逆目の登りスライス。うわー、キレキレ。大谷翔平くんのスライダー。これも左切れますよ、結構。結構切れたけど、ちゃんと読んだね。ほい。うわ、めちゃフック。フックするんだね。普通にスライスで。普通にスライスで読んでるじゃん。めちゃフックしました。うん。361ヤードです、はい。何やら島が。プロロ島かな、プロロ島。何島だろう。これはもうグリーン方向を狙っちゃって。なるほど。あの左のバンカーを越えていくんですね。左バンカー全然越えます。おお。まあ、風が右側だからね、まあ、カート狙いくらいかな。おお、バンカーの右サイドからドローして。カートに。おい、ナイス。ありがとうございます。ビューティフォー。結構左に曲がっているホールです。そう、すごい方向向いてますね。うん、いい球。左からの超スライス、いい感じ。ものにしてきましたね、スライスを。ちょっとこうふわふわしてて沈んだ感じに見えるフェアウェイで。52度。90ヤード。52度。風は右から吹いております。二段グリーンっぽい感じのね、手前の奥目って感じ。うまいライン、右にしっかり出た。完璧。上手。
まだフィニッシュ取ってる。はい、60ヤードです。近っ。たくみくんのボールにぶつけるつもりで。なるほど。わー、抜けちゃった、ちょっと。右。距離感は悪くない。うん。先制してくださいよ。さあ、バーディーパーツ。おいー、結構伸びますね、そして。嫌な感じの。さあ、バーディーチャンス。上りますすぐ目でしょうか。左まっすぐでした。下り傾斜強いです、そっちから。ナイスパー。ありがとうございます。いやー、立つと気持ち悪い、すごい右にそう。これは気持ち悪いですね。足元がすごいスライスなんで。あー、たっ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 た。やってるやってるやってる。あー、風気持ちいい。3番ホール、パー3、169ヤード。グリーンは手前から奥にこう両サイド広がっているピン真ん中です。風フォロー、7番。ちょっと切りすぎて池が危ないよ、これは。え、石に当たった。あ、石に当たって手前の池に。うん、169ヤード8番でいきます。はい、8番。おお、ピンからちょっとドローして左奥こぼれました。飛ぶ。第3打目となります。85ヤードサンドウェッジで。ちょっと左に行きました。おー、寄ってる。ナイスオン。さあ、左奥からアプローチ。5-2。惜しい。止まれ。うわー、早い。うん、ナイスです。ちょっとボールがありますが、バンカーからアウトした方なんでお先に行きます。レファストでいきます。おー、読み切ってない。ダブルボギー。うん、ナイスパー。寄せます。601ヤード。長くて広い。パー5。バンカー上。バンカー上からフェイ。タカーの木。ん？木の向こうかな。風は左からのフォローっぽいですね。その風に乗っけてスライスを打つ作戦です。うまい。うまいです。ボケちゃってます。おー、素晴らしい。転がってる。最後はもうカニ歩き。ナイス。331ヤード。はい。ナイス。完璧です。おー、ほう。残り320ヤードです。はい。だいぶ広くなってます。左を向いてフェード。安定の。めっちゃテンプラした。うん。フェアウェイからテンプラという珍しい。フェアウェイです。ありがとうございます。123ヤードピッチングです。トップ。グッバイ。グッ
バイ。はい、83ヤード近い。58。いい感じ。ナイス。お、ちょっと大きいか。たくみ先生、20ヤードちょっとです。振り回り逆目ですかね。うまく打ってるこれ。うわー、そっから逆目なんですね。バーディーパットです。ナイス。気持ちいい。ありがとうございます。ナイス。さすがですね。さらーっと入れるね。さらーっと。え、何ラインは何だった？怖いです。あそこに鳥居が。このパワースポットですね。怖っ。なんか感じる気を。入ったらどっか行くのかな。どこ行くんだろう。あれピンまでワープするんだよ。神隠し。あー、ミンゴルみたい。あそこに打ってみよう。絶対バチ当たる。右池です。池は越えないんで3番ウッドで。はい、250ヤード地点くらいに。木の裏。あそこの手前の木は、あの、お墓になってますね。気をつけてください。え？右はずっと池ですけど、左もまあまあ狭くなってます。OB ラインが狭ってます。わーっと、橋。すげえナイスゴール。橋です。行っちゃいました？行っちゃってます。もう一回です。もう一回行きます。おーっと、今度はしっかりスライス。左の橋からこの木の向こう側くらい。完璧。170ヤード、7番です。第4打目。いい当たりだけどちょっと右。バンカー。はい、138ヤードものすごく波の音がします。すぐそこが海です。すぐそこはもう海ですね。うん。あ、ちょっと鳥ちゃんたちが。気をつけてください。はい、ピッチングで。ディー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 って、あの横断歩道の音楽流れるよ。捕まってしまったと言っております。やってくれ。ナイス。ピンまで30ヤードほどあります。おお、ちょっと深めに入ってしまった。さあ、たくみくんはちょっとラフに乗っかってる様子です。まあいいけど、ちょっと、おお、でもスピンをね、聞いて、なんとか下りのボディーパット。曲がれ。うわー、曲がりたがってるけど、目でなんか反対に行った感じ。うまい。おー、気持ちいい。すごい。ナイス。このパターンがだいぶ馴染んできました。L字が。L字が。372ヤード。右がずっと池です。あの木と木の間狙い。そうですね。グリーン手前も池になってますので、刻みます。右からのずっとグリーン手前まで池。左の木。左ラフ。海の音に癒されますね。そうです。20ヤード先は海です。ほほほほほ、海ですね。たくみくん、これはあの
OB です。これは海だ。真後ろから見ると匠くんがどんだけ左向いてるかわかる。こんな感じです。曲がってきた。完璧。毎回2球目が完璧なんです。真ん中です。前の組はレッスン生のパーティーが待ってます。後ろの組では瀬戸ちゃんをはじめ女子チームですね。135ヤード9番アイアン、右からの風です。ピンは左奥目。うん、フェードで風にぶつかっていくが、あーやっぱり風にぶつかった分キャリーがちょっとね。ミズラピン121ヤード、はい、48で48。いいよ。おお、跳ねてる跳ねてる、でかい。フライヤーしちゃいました。左足上がりのアプローチ、落ちてからは下りですかね。グリーン面からは。終わった。ちょっとフェースに乗りすぎてしまった感じ。いや、こっちからボール何も見えないですよ。いいいいいい、よい。もうちょい。いやー、上出来上出来。うんうん。うおー。あらあらあら。連続 OB が響いております。海がキラキラ光ってます。ナイス。ナス。はい、ちょいフックです。曲がらず。まっすぐ行ったよ、ここ。すげえまっすぐ行った。すごい思い通りに打った今。